毎日 YouTube うどん生活讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計601店舗目のお店となります。ということで今日向かっているのは香川県観音寺市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらの店、最寄り駅は豊浜駅で2キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては小金製麺所、ハローズ大野原店さんであったり黒田うどんさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日向かっているのは手打ちうどんセルフの店福屋さんの方へ向かっていっております。それではこの福屋さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.27 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は9時から15時までで、定休日は毎週月曜日、駐車場は約20台分あります。おすすめはホルモンうどんです。うどんの他にお蕎麦にラーメンとそれぞれの種類もかなり豊富に置かれているお店です。サイドメニューも多くて、ご飯物からおかずまで本当定食屋並みにいろいろと揃えているので、行ったらもう何を頼むか何を取るか迷っちゃうお店です。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちら店名の通りセルフのお店となっています。ちょっと変わったメニューもいろいろと揃えてて、こんにちは。中でも有名なのが2つ、まず1つがわがままうどんっていうんですけど、いろいろと贅沢に具材が乗っているうどんなんですが、今回はもう1つの名物うどんを注文しようと思います。ホルモンうどんのショーで、はい、担々麺からヒントを得て生まれたのがこちらホルモンうどんです。これ女性にも人気ということです。ちょっとできるまでに時間がかかるので、先にこの後ろ手側にあるご飯物見てみます。今回取ったのはチャーハンですが、他にタケノコご飯であったりちらし寿司であったり巻き寿司であったり、別の棚には他のご飯物も置いてたりと、ほんとご飯物だけでも結構種類揃ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、わかりました。レジまでの棚にいなりとかおにぎりとか、あと小鉢、ほんと小鉢もいろんなのがいろんな組み合わせで置いてます。天ぷらに背面にはおでんもあって、ほんとついいろいろと取ってしまいたくなるお店です。はい、お願いします。はい、それではお会計が終わったら反転して薬味を入れていきます。薬味用のスプーンが置いてあるのでこれ使いましょう。使用済みスプーンを返却して空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。注文カウンターの背面側にもサイドメニューあるので、もうほんといろいろとありますよね。壁際にカウンター席、真ん中にはテーブル席、奥には座敷席も揃っています。駐車場はこんな感じになっていて、敷地に入る入り口は2箇所、中に入ったらもうめちゃくちゃ広いのでどこでも止めれます。
それではいただきます。ホルモンうどんはピリ辛うどんっていうのがあるんですけど、それがベースで、あとは担々麺の具材とかが上に乗ってます。麺は程よいコシのある中細麺です。もちもちの柔らかめな食感で、もう食べやすいうどんだなっていうイメージです。麺がねじれてたり、あと太さが結構まばらだったりと、麺一本一本にも個性があるのも、なんかそれもまた味があっていいなって思います。レンゲもついてくるので、だしというかスープもいただきます。ちょっとピリ辛で、担々麺のひき肉も一緒にレンゲに入ってくるので、一口でお肉の美味しさも感じることができます。辛すぎるってほどではないんですけど、だんだんと体の芯から熱くなってくるような辛さがありました。卵は半熟卵というより温泉卵のような、すごい絶妙な火の入り方をしています。口の中に入れて、こう初めてとろけるような感じで、すごいこのスープとあってマイルドにいただくことができます。それではホルモンもいただきます。国産ホルモンの小腸の部分を使っていて、すっごいプリプリした食感です。この噛んだ時の油の甘みが、この出汁の特製の辛味噌スープとすっごい合います。シャキシャキのもやしとネギ、あと卵も入ってて、もうボリュームも味もかなりパンチが効いてるうどんです。それではこちらも人気というチャーハンもいただきます。しっとりとパラパラの中間くらいな炒め具合でした。中にはかまぼことかも入ってて、なんだかこう昔ながらの焼き飯みたいな感じでいただくことができます。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。チャーハンももうほんとがっつりと量があったので、かなり満腹になりました。サイドメニューがほんと豊富で取ってしまいがちなので、その食べきれるかどうかは注意して取ってください。僕以前いりこうどんをこちらで食べたんですけど、これ今なくなってるんですよね。でもパック詰めでいりこうどんの上に乗ってたあのいりこのかき揚げは売ってあるので、お持ち帰りでも食べることができるので、気になる方はぜひ買ってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。